ベッドフォード公爵、ベッドフォード公爵は、イングランド貴族の公爵位。過去に5度創設されており、現存する第5期のベッドフォード公爵位は、帝神ジョン・ラッセルが1539年に除された、ラッセル男爵位と1551年に除された、ベッドフォード伯爵位を前身とし、1694年に、第5代ベッドフォード伯、ウィリアム・ラッセルが除されたのに始まる。 社位名は、ベッドフォード社のベッドフォードに由来する。1414 14年5月16日にヘンリー4世の第三子ジョン・オブランカスターが一代限りの爵位として、ベッドフォード公に上されたのが最初の創設である。彼は1422年にフランス占領地の摂政となり、百年戦争後期のイングランド軍を指揮し、ジャンヌ・ダルクを家計に所したことなどで知られる。 彼の死後、借位は消滅した。ついで1470年1月5日に、初代モンタ牛公爵ジョンネビルの長男が、ベッドフォード公に助釈されたが、1478年3月に、AART を保つだけの財産がないとされて、剥奪されている。その直後にエドワード4世の三男に与えられるも、溶接したため消滅した。 1485年10月27日にはヘンリー7世の、おじでヘンリー7世の擁立に貢献した、ジャスパー・チューダーに与えられたが、男子がなかったために一代で耐えた。現在のベッドフォード公であるラッセル家の祖は、初代ベッドフォード伯爵、ジョン・ラッセルである。彼は、貿易商をしていた1506年1月に、同セットにナンパした新生ローマ皇帝マクシミリアン1世の、 男フィリップとその日、フアナの通訳を務め、その功績でヘンリー7世の宮廷館に取り立てられた。続くヘンリーパッセイの時代にも外交官や、数密顧問官として活躍し、修道院解散で修道院所有の荘園を次々と獲得した。ベッドフォードシャーのミルトン・キーンズ付近にあるオバーン、アビーの荘園やロンドン中心部コベントガーデンも、この時に入手してる。 ヘンリー・パッセイの宮廷では、粛清が相次いだが、彼は処刑されることなく、次のエドワード六世の時代まで宮廷で重きを成し続けた。1539年3月9日には、ヘンリー・パッセイより、ベッドフォード州におけるチェニースのラッセル男爵、1551年1月19日には、エドワード六世より、ベッフォード伯爵、に助せられている。その子である、 第2代ベッドフォード博は、エリザベス一世時代に外交官として活躍したことや、フランシス・ドレイクの名付け親となったことなどで知られる。二代博の後は二代博の三男ヘンリーの子であるが、ついだが、彼には男子がなかったため、その死後、二代博の4、男初代の子である、第2代ソーン法のラッセル男爵が4代、ベッドフォード博を継承した。 そのためこれ以降のオサンプトン州における騒音法のラッセル男爵も従属爵位に加わる。また四大伯はウォバーン・アビーに邸宅を建てた人物であり、以降ここがラッセル家の本拠となる。四大伯の長男が初代ベッドフォード公に上されることになる第五代ベッドフォード伯、ウィリアム・ラッセルである。五代ベッドフォード伯の息子のラッセル教、儀礼称号、 ウィリアム・ラッセルは、ホイッ党幹部、反カトリックの教皇プロテスタントとして、庶民院で活躍した。そのため、陰備な風潮を好む国王チャールズ2世や、カトリックの王帝ヨーク公ジェームズと対立を深めた。そんな中の1683年6月に、ライハウス陰謀事件、チャールズ2世やヨーク公を暗殺して、チャールズ2世の諸子で、プロテスタントのモンマス公、 ジェームズ・スコットを擁立しようとしたとされる計画が持ち上がった。関係の捜査の手は保育党幹部に伸び、事件と関係がなかったラッセル卿も冤罪で逮捕された。ラッセル卿は裁判で無罪を主張したものの、結局退逆罪により死刑判決を受けた。父である五代ベットフォード博をはじめとする多くの人から除名単案が国王に寄せられたものの受け入れられず、 7月21日に処刑された、ただし奥公が区切り、内臓をえぐり四つ先の刑を求めたのに対して、チャールズ二世はそれを退けて、貴族の尊厳を認めた、斬首刑で死刑を行わせている。1685年、カトリックの奥公が、ジェームズ二世として即位したが、1688年には、名誉革命が発生し、ジェームズ二世は王位を追われ、 プロテスタントのウィリアム三世とメアリーに世夫妻が申告を擁立された。この影響で1689年の議会はラッセル教の退虐罪を否認する決議を出し、その名誉を回復した。ついで1694年5月11日には、息子を冤罪にかけたお詫びとして81歳になっていた五代ベッフォード博が、ベッドフォード公爵とタビストック公爵に除されたのだった。 1700年の初代ベッドフォード公の死後、借位はその孫にあたる、処刑されたラッセル教の維持が継承した。彼は、就職前の1695年5月に、資産家、ジョン・ホーランドの娘で、女子相続人のエリザベス・エリザベス・ハウランドと結婚しており、これにより、ベッドフォード公ラッセル家は10万ポンドの遺産とロンドンをはじめとする、ホーランド家の所領を相続し、 イングランド次大資産家の一家に数えられるようになった。また、この結婚を機に祖父が1695年6月13日に、カウンティオブサリーにおけるストリーサムのホーランド男爵に除されている。二代公の同盟の子で三代ベッドフォード公を継承したは、ギャンブル好きで、プロのギャンブラーの英時期となり25万ポンドも、失ったが、マールバラ公、ジョン・チャーチル夫人、 サラ・チャーチルの財政スケアとを継いだ弟の四代、ベッド・フォード・コージョン・ラッセルの努力で財産を回復させ、デボンシャー公爵、ノーサンバーランド公爵、ブリッジウォーター公爵と並ぶ四代資産家の地位を取り、データ。また四代公は、軍人として中将まで昇進したほか、政界でも保育党の派閥の長として、数密院議長や国事証書などの閣僚職を、歴任した。 四代公の子である五代公と六代公ジョン・ラッセルは、共に老費家で散在したが、六代公は、王立植物園、旧ガーデン創設に貢献している。また六代公の妻ジョージアナからの遺伝で、ベッドフォード公爵家に、メランコリーが流れ込んだ。これ以降の当主は多かれ少なかれメランコリーに苦しむ、ことになる。六代公の長男である七代公 フランシス・ラッセルは徹底した禁縮により、家計の立て直しに努めた。しかし使うべき時には決して出し惜しみせず、彼の妻アンナも客人をよくもてなし、イギリスの五時のお茶、ファイオークロックティーの風習はアンナのもてなしを起源としている。また保育等の政治家である自定ジョン・ラッセル卿への金銭支援も欠かさかった。その結果ジョン・ラッセル卿は、 政界の中心として活躍し続けることができ、首相や外務大臣を歴任し、1861年には、ラッセル伯爵に上されている。その子孫第3代、ラッセル伯が哲学者と知られる、バートランド・ラッセルである。七代公の息子である八代公は重度のメランコリーに苦しみ、生涯結婚しなかった。彼の死後に、爵位は六代公の次男。 ウィリアムの子であるが継承したが、彼もメランコリーに苦しみ、拳銃自殺するという衝撃的な最後を遂げた。その子が十代孔となったが、就職から二年後には休止したため、弟のが十一代孔を継承した。十一代孔夫妻は動物を共通の趣味とし、犬、猫、鹿、鳥類などを収集した。これが、後のサファリパーク開園につながる。妻メアリーは、 活動的な女性で晩年にはパイロットとして自家用飛行機で飛び回っていたが1937年に航空事故死した。夫の十一代行もその3年後に死去した。十一代行は息子と仲が悪かったため相続税対策が遅れ財産税構成の直撃を被った。ロンドンコベントガーデンの土地はこの際に手放している。 11代公の息子である12代公は、第二次世界大戦中に、貴族院で、戦争反対を訴え続けたため、ファシストだの、共産主義者だのと誹謗中傷された。迫害にさらされる12代公は人間にやけがさし、動物は自分を裏切らないと語って、父同様動物収集にはまるようになった。また狩猟好きでもあったが、1953年秋に、領地での狩猟中に、 行方不明となった。捜索の結果、ヤブの中で三弾銃を受けた十二代公の遺体が発見された。この不可解な死をめぐる真相は未だ不明である。貴族に対する過酷な相続税構成は1954年の改正で緩和されるが、十二代公の不審死はそれにギリギリ間に合わず、公爵家は再び相続税の直撃をかぶり、さらなる土地の売却に迫られた。 ベッドフォード公爵家の所有地はついに本居のオバーン、アビーの屋敷と領地だけになってしまった。家計の立て直しのために十三代公は先祖の収集した動物をサファリパークにして開園した。2015年現在の当主はその孫である十五代公である。ベッドフォード公爵ラッセル家のモットーはなるようになる。上記の経緯から現在の当主十五代ベッドフォード公爵は 以下の借位を保有している。ベッドフォード公爵家下の法定推定相続人は、父が有する借位の内タビストック公爵を儀礼称号として使用する。またその次の法定推定相続人、着流の孫は、祖父が保有する借位の内ホーランド社を儀礼称号として使用する。法定推定相続人は2005年6月7日に、 誕生した東大の長男の旅ストック公爵、ヘンリー・ラッセルである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。